新作映画紹介シネマギークです。シネマサンシャイン北島で見てきました、翔んで埼玉、琵琶湖より愛を込めて。もうね、愛すべきバカ映画として今年最高だと思います。原作はマヤ・ミネオの漫画ですけども、2作目があるとは思えなかっただけに発表されただけで話題になりました。50代より上の人にマヤ・ミネオといえば、パタリロの作者といえばわかると思います。とにかく埼玉をディスる内容が逆に大受けしたのが前作ですけども、今回は関西に飛び火、大阪、京都、神戸を中心に滋賀、奈良、和歌山を巻き込んでの好感度ランキングアンダー40の地域も含めた壮大な物語というか、予告でも言っております大スペクタクル茶番劇です。監督は竹内秀樹。これ野だめカンタービレの最終楽章の前編後編で監督もしくは総監督をされた方で、最近で言えばテルマエロマエの2作品の監督した方で、前作2019年の翔んで埼玉も監督した方です。で、出演はガックンことガクと二階堂ふみ、そしてアンちゃんです。そこに片岡愛之助であるとか藤原紀香、川崎麻世というところも加わっておりますし、現代パートでは和久井恵美、アキラ 100%、 朝日奈央ちゃんが出演と。で、公式からのポストで、まあネタバレはお控えくださいというポストもありましたので、ネタバレは基本的にないようにしたいんだけども、ネタバレ解釈になってしまう場合もあるので、解釈的にネタバレになった人はすいませんというところです。で、物語ですけども、サイトの公式のところ、公式サイトの中を凝縮しますけども、オープニングは埼玉県内の田舎道を熊谷に向かって走るワゴン車の中、カーラジオからは埼玉にまつわる都市伝説第2章が流れ始める。これが、主なストーリーの展開のところ。その昔、東京から蔑まれていた埼玉県人が壮大な茶番劇の末に通行手形を撤廃し、関東に平和が訪れた埼玉解放戦線率いるレイ・ガックンと、桃美、二階堂ふみはさらなる平和を求め、日本埼玉化計画を進めているんだけども、埼玉県人は横のつながりが薄いという問題が発生すると。で、その横のつながりを、まあ大きくまとめるために、埼玉県人の心を一つにするために、越谷に海を作るという無謀な計画を打ち立てて、レイ・ガックンは和歌山県の白浜を目指して解放戦線とメンバーと共に大海原に出るんだけども、嵐に巻き込まれて難破。彼は一人和歌山の海岸に漂着し、そこで滋賀解放戦線の桔梗あんちゃんと運命的な出会いを果たすと。で、当時の関西は大阪府知事、これ片野愛之助です、神戸市長藤原紀香、京都市長川崎麻世らの支配下にあり、滋賀県人、和歌山県人、奈良県人らが非人道的な扱いを受けていたと。で、白浜も大阪人のためのリゾート地になっており、大阪人の通行手形がないと入れないというところになっていたと。で、そこには和歌山県解放戦線のリーダーである姫君も囚われている。このことを知ったレイは桔梗とともに大阪府知事の計画を潰すために、和歌山奈良滋賀との共同戦線を計画するのだが、というところですけども、もうこの時点でバカバカ小さ満点でございます。で、個人的なポジションで言いますと、東京関東地方には年に2回ほど遊びに行き、埼玉まで行くことがありますし、ネットゲームを通じて知り合った友人も埼玉にいる。で、関西はまあもちろんですけども、西日本全部網羅してる、まず各県に行って遊んだこともありますけども、滋賀県も、ずいぶん昔だけどもスキーで遊びによく行っていましたし、滋賀県の知り合いもいると。で、大阪、京都、神戸はまあ昔デート圏内だったということもありますけども、まあ関西圏ではないんだけども関西のことはそれなりに分かっているという立場という人間として、この映画はもうとにかくどえらいもん作ってくれましたな。ほんま最高におもろいですやんという映画でございます。PR 展開その他でディスリという言葉が使われているんですけども、これどちらかというと各県民の自虐ネタですねんな。もちろんディスリに怒る人もいるかもしれませんけども、県民が自虐としてネタに使って笑っている、そういったネタのオンパレードになっておりまして、
だから埼玉の人に受け入れられた前作っていうのは、実は全興行収入の3割を埼玉県が叩き出すという前代未聞の事態が起きておりまして、そういった部分を含めてですね、この自虐ネタをどこまで笑えるかっていうのがポイントになっておりまして、今回も滋賀県、奈良県、和歌山県のディスリもほぼほぼ自虐ネタでもあります。これを真剣に受け止めるのではなく、ネタとして笑いにすればこれほど面白い映画はありまへんっていう感じですね。で、大阪の最近全国的に知られるネタの知らんけどをはじめとした大阪ネタは鉄板的です。まさに鉄板の上で何でも入れて混ぜ込んで焼いたお好み焼きの上に関西ネタのお笑いのトッピング全部乗せみたいなオンパレードになっております。で、映画自体は吉本の新喜劇的な笑いが盛り込まれているかと思ったんですけども、全編通して大阪を中心に関西をネタにしまくりのアホ臭いディフォルメお笑い映画になっています。それをガックンやアンちゃん、片岡愛之助や藤原紀香が真剣に演技をしているというギャップによる笑いも含めて、くだらないことに全力で振り切った作品というところが面白いところにはなっています。特に片岡愛之助ですけども、大阪府知事の役です。もう開演と言っていいほどのコテコテの悪者、関西人のノリ、このノリの良さが映画を象徴していると言えますし、悪ノリ感がマックスです。この悪ノリ感があるのに不快感がない、出演シーンの全てでディスリと皮肉が連発という、例えば小麦粉を白い粉として笑いを取りつつ、大阪といえば粉も文化やでと言わんばっかりに訴えているところはもう笑いっぱなしになりところ、そして藤原紀香に至っては本人の黒歴史とも言えるネタもあるというのも面白いです。ただこの藤原紀香と片岡愛之助、この結婚した2人が初共演映画がこの飛んで埼玉2っていうのが、これほんまにこれでええねんかと思ってしまうほどのところでもありますし、そこに京都府知事が川崎麻世というところ、この配役そのものもネタとして遊びまくってるし、それを分かった上で OK して出演している3人が、また面白いというところだと思います。もう笑いっぱなしというか、笑みがこぼれると言った方が正しいんですけども、この映画もう前作でもありました各県の有名人出し合い合戦もかなりの笑いポイントになっておりまして、その部分に含めてこの映画フジテレビ系列の制作会社ではあるんですけども、他局の映像がインサートされる、これもディスリの部分でもあるけども、ネタとして取り入れ、その映像を提供したテレビ局の器の広さっていうところも、もともとの映画飛んで埼玉という映画の面白さがあってこそだと思います。で、加えて有名映画のパロディやオマージュも随所に散りばめられているのも面白いところでして、一番わかりやすいのはもうすぐ12月に入ったら公開されるハリウッド映画の前作の話題のシーンをパロディ化したシーンだと思います。そういった映画ファンにとってもネタを探せる作品になっているのも面白いところ。何度も言いますが、全編通してのディスリネタがありまくり、さっきも言いましたけども、各県民が自虐ネタとして笑いにしている内容がほとんどですので、面白さの方が上回るというところを楽しめるかどうか、このくだらなさ全開のアホ臭いディフォルメお笑い映画も楽しんだもん勝ちです。もうこういう映画はみんなで笑ってみるのが最高。劇場で大いに声を出して笑ってくださいという作品です。もう個人的には心の底から2023年屈指の愛すべきバカ映画といえる作品、次があればぜひ四国をネタにしてくださいと思っています。高松、愛媛に虐げられる徳島高知なんてスピンオフとしては最高だと思いますけども、いかがでしょうかということで、劇場で見るにはあまりまりにもバカバカしすぎる壮大な茶番劇、いやー面白かった、最高に面白かった、飛んで埼玉、琵琶湖より愛を込めて、四国から見ても関西のディスり方最高でございましたということで、おすすめの一本です。よかったらチャンネル登録もお願いします。